日刊現代週末レース予想の時間です。今週も武田さんとそして大谷さんには電話で出演いただきます。どうぞよろしくお願いいたします。はいお願いします。えー、まずは、はい、よろしくお願いします。はい、まずは告知からです。はい。えー、っとですね。はい、えー。日刊現代競馬サイトの方では、はい、えー。秋の新企画を、えー、用意しています。はいえ。えっとですね。G1 レース、まあ全部じゃないんですけど、G1 レース何区だかで、えー、この秋はですね。 えー、現代競馬で直前生配信っていうのをやってみようと思うんですね。はい。まあその第1弾が、えー、10月4日かな10月4日かなじゃダメです <laughs> 10月4日のスプリンターズステークス当日の昼休み <laughs>、えー、11時45分からですね、えー、競馬有料会員限定で、えー、スプリンターズステークスの、えー、生劇論をやります。 えーまあ、これズームウェビナーで配信するんですけど、まあ、私、大谷と武田記者がえー、えー、俺もこうそうなんですよ,ですよ本音でこう当日の馬券作戦とかを <laughs>、えー、大激論するってわけなんですね。中山競馬場の取材担当からもとこう当日の馬場や傾向とかの貴重なこう取材し,してくれた情報が入ってくるんで、まあ、それを踏まえて、えー、武田さんと大喧嘩かしようと思います。 大喧嘩見てみたい。もし、本命一致したらどうしようかっていう本命一致ちょっと、一致 <laughs> で,、ね、でも散らさないといけない。<laughs> <laughs> まあでも、あ,あのー、ねうん、当日の URL は、この有料会員用の競馬サイト内でアップするので、えーうん、ぜひチェックしてみてください。はい、また、あのー、この機会に、ぜひ、えー、有料会員の えー、登録をお願いします。月額五百五十円で書付きは無料となっているので、えー、この機会にぜひご利用ください。はいはいはいということでした。もう嬉しい,いですか？まあでもやっぱりね、当日ならではの情報がね入りますからね。ぜひ楽しみになさって、ね、ぜひあのまだ有料化入ってないっていう方は、えー、これを機に入ってください。お願いいたします。どうしよう、はい、当日テンション低かったら俺。 大丈夫ですよ。あと、だって、えっ、ー、と、いっぱいレースはまだ残ってるから、そこで当てればいいんだもん。<laughs> 最初と終わった後にだったら。テンション低いことあんまないですからね。あのね、<laughs> 3日競馬の後だからテンション上がるわけないんだよね。まあでもね、今回台風とかでね、4日にならなくてよかったですよ。はい。はい。<laughs> はい、ということで、まずは先週のおえからいから行きましょうか。 はいお。おさらいどうぞ。ローズステークス。はい、リアーメリア勝ちましたね。はい。リアーメリア勝ちましたね。強かったですね。ね<え>やっぱりでも左回りなのかなと思っちゃった。<え>うん。<そ>あ確かに。ひょっとしたらね、うん、あの、サウスポーじゃないかって言ったでしょ。うんうん、はい。なんか本当にそうなのかもしれないなっていう。うん、うん。なんか、あの、強かったですよ。すごく強かったんですけど、うん、じゃあこれが集歌賞にそのまま、なんか、 応用できるかっていうとちょっとわかんないなっていう感じがしてるんですよまあでもレースぶりは今までとは違ったよねうん、そう、うん、だからなんていうのかなだから前哨戦の中内田急者って感じがしちゃってそうまあ前哨戦から仕上げてくるけど、うん、まあ本番で勝てないんだな、うん、これまでなそうだからあの変な話あそこまで強くなくても勝ってくれればよかったなっていう <laughs> リバシンさでしたね、うんこう。ちゃんとこう、まあ、もちろん余力残して、次がピークになるように作ってるとは思いますけれども、うん、なんか残、本当に残ってるっていいなと思って、<laughs> <laughs> はい。まあ、でも、リアーメリア自体は、ね、2歳で結果出してて、ちょっと不本意なレースが続いてたのを考えると、いい復活でしたね。まあ、これで、秋華賞の右回りはどうなるかっていう。はい そこで本当に試金席になるかなって感じはしますよね。えー、で、私、単勝は当たったんですが、ワイド、もしかしたらこれ3点とも当たるかなと思ったら、意外とデゼルさんとかもいまいちで、ワイド1点も当たらなかったんですよ。<laughs> まさか、まさかと思って。<laughs> これ相手が難しいですよね。相手、はい、難しかったですね。えー、本当に。ねえ<ー>。はい。デゼル4着、もう。2>, 2着が無地か そうマジかって感じで <laughs> もう絶対私もねそう思ってマジかと思っちゃってました <laughs> はい、えー、そしてフアナも11着なので全然ダメでしたねフアナがちょっとねなんかこういいとこなく終わっちゃったかなって感じですよね、うん、なかったねはいということで単勝当たってはい今俺の場合さ場面間違えた時点であるねそうですね, <laughs> そうですね ルルゼっっってやっちゃったもんねあんたがそれをし <laughs> 指摘しなければあの後で編集できたのよいくらでもでも指摘した方が面白い結論になったじゃん、うん、でこれによってルゼルっていうはいたなああ青芭蕉勝ったなあごっちゃんだったなとかいろいろね思い出す人もいるんだからよかったんですよはいはいはい <laughs>、えー、ということで今回の成績はご覧のようになっていますさらっといきましょうかもうさ <laughs> もうだって十周目だで今週。やばいね。当たればいいんですね。はい。当たればいいです。ただプラスのし。度合いにもよりますよね。まあ今週もまた二重勝ですけど、はい。はい。まあでも面白いレースではあるんです。うん、オールカーマーと神戸新聞杯ですから。でもオールカーマーやっぱりね。フィエルマンやめちゃったのがちょっとね。うん。ちょっとね。うん。 まあ俺にとっては宿敵みたいな馬ですけどあ、ね、あ当然今回も評価下げるつもりだったし、うん、ああそうなんかなんか美味しい人気馬というかねあの、うん、そういう感じはあったんですよまあ3着ぐらいはあるかもしれないなと思って見てたんですやっぱり長い距離でやっぱっていうか長距離でどれだけのものなのかっていうのをもう一度いろいろちょっと確認したいんだけど、うんはい さあ、次、どこなんでしょうね。どうなんでしょうね。ジャパンカップかな。うん。もだって使うとこないもんね。そうですね。まあ、うん、天皇賞かジャパンカップかって言ったら、ジャパンカップでしょうね。なのかね。ねそれとも。ま,もまさか秋の天皇賞。うん。でも、有馬記念は去年も出てるんで、有馬記念で、今年最後を締めるというような感じであれば。 どうなんですかねわかりません、ね、ジャパンカップから、ね、またほらいろいろアーモンドアイとか安城の兼ね合いあるからさそうですね安城の兼ね合いもそうですね、うん、でそのオルカマーは、はい、大谷記者も私もクレッシェンドラブとはいはい何か言うことありますか <laughs> まあそうですねあの追い切り内田さんも最終連続で乗って、えー、まあかなり手応え良かったみたいですし やっぱあのこういうタイプの馬と内田さん合いますね。オスでゴールドサンのこう長く癒し使うもうゴールドシップっぽいバテない馬ね。そうですよね。先週もあれ差し切れなかったんだもんなって思ったんでよく残したなと思いましたもん。千くらいと切れない。そう。あれはちょっと後ろがだらしないような気がせんでもないけど。まああの夏場ラジオ日経七夕賞と。 2> え重傷2週連続、内田さん勝ったんですけど、同じパターンでえーこの秋もっていう期待もありますね。はいうん、なるほど。で、前走2着だったブラバスが新潟記念制したことで、前走勝ちの価値も上がったよね。はい、そうで、すね相手にまあ大体みんなそうなんだよね、カレン・ブーケドール、ミッキー・スワロー、ステイ・フリッシュ。はい、うん まあ、カレンブーケドールっていうのは相手に買いやすいですよね。確かに。そう、だから、カレンブーケドールの単勝、今回いけるかどうかっていうような感じで、ないですか。ね、でも、まあ、やっぱり、まこれが最強の二勝馬かもな。そう、で、やっぱりみんな本命の人いないですもんね。現代さんね。二重 <laughs> 丸つけにくい。そう、二重丸つけにくいんだけど、これだったら。 っていいうところないですか、ね、でも馬券的にはまあでもちょっとあんまり頭数も少なくて面白くないかなという感じもありまして神戸新聞杯きましょうはい神、はい、神戸戸新新聞聞ですあ断然人気コントレイルいるけど、はい、でもそれ除いた17頭の順位付けはじゃあどうなるんだって言ったら。 これは結構いろんな考え方と面白いと思うんでよ、はい、そうですね。ねえ、先週当たった目黒さんも、はい、馬券コントレールからだってさ。いやあの 神戸新聞杯って、うん、春のなんかこう実績そのままな感じがあってまあ、ね、春強かったよって神戸新聞杯でほらやっぱり強かったすげえ強かったじゃんっていうようなレースが結構多いなっていうのがあってこれにもコントレールが出てくるんだったらもうしょうがないこれはしょうがないです。っていうのが意見です <laughs>、まあ、あんまり紛れがないよね、はい、例年そんなに。はい まあただその神戸新聞杯がそのまま菊花賞につながるかっていうとそこはちょっと難しいのかなっていう気もするのでまあ今年は中京とあって、うん、2 2 0 0ル例年より 200m 短いから余計にね、うんうん、はいそうですよね、うん、周りも右回りと左回りで変わってくるんで、はいはいまあ、ただ神戸新聞杯に限ってはもうコントレールで仕方ないなということでもう本当に2番手をどれにするかですよね、うんえー、はい。 でコントレイルに関してはまあそうだなレースぶりに注目かなうそうですよねうこういかにこう余力を残して勝つかみたいなところってあると思うんですよ、まあ、僕それ以外にも注目してるところがあって皐月賞の時に結構あのノースヒルズがやっぱり関連馬出してるのよ。うんはい コルテジア、うん、生産馬の資産違いますけどキメラベリテ。はいはい、でこれは買った馬なのかな同じ前田真治さん名義のディープボンド。うん、まあ今回もいるよね。すねはい、でダービーの時にディープボンドとコルテジアでさ、うん、コントレール囲んでったいゃん。たたいな <laughs> <laughs> というかまあひょっとしたらスピードがありすぎる部分があるんで、うんまあ、折り合いの不安っていうよりもね、はい、行き過ぎないように。うん うまくそれで、あ、こうやって囲んでしまえばっていう、うん、こんな手があるんだと思って、興味持って見てたのよ。はいうん、今回ディープボンドだけですけど、カンメンバーは。まあ、本番の菊花賞でどういう <laughs> メンバーになるのか。ねはい、ノースヒルズのそういうところにも注目してるっていう感じかな。はい で対抗マイラプソディとビターエンダー、はい、対抗というか相手本数がね,、うんねはい、マイラプソディダービーの時にね、えーえー、1 0 0 0 m 過ぎた辺りから横山のりジョッキー花行きましたスローペース嫌ってね、はいはい、で結構そこからのラップは当然上がったんだよね、うん マイラプソディ自身が動いた向こう正面で多分自身は10秒台後半使ってんじゃないかなっていうぐらい、うん、もうガーッといって当然最後はねあの余力なくなりましたけど、はい、マイラプソディってそもそもまあ2歳児に3戦3勝で春ダメだったじゃない、うんはい、で,、ねはい、でまあよく話してるのがハーツくらいには大体そういう面があると。うん まあ成長前にちょっと足踏みというかね、あする面があるっていうのと、ひょっとしたらマイラプスに行って、輸送しないで地元の競馬だったら、まあ、今回、中京だから輸送自体はありますけど、はい、当日輸送なんでね。圧倒的に短いので、はい、ひょっとしたらダービー組で人気を落として、 出てまあ、豊かジョッキー乗るからそこまで人気落とさないかもしれませんけどまあこんだけのメンバーでひょっとしたら面白いんじゃないかなと、うん、もしかしたら内弁慶なのかもしれない。 ああこんな遠くまで来ちゃったら嫌だってなっちゃってたのかもしれないってことね昔友通厩舎に「桜目がワンダ」って言って <laughs> ああもうそうですねはい,い,たいた全く関東圏の競馬がダメだったけど、はいはい、地元関西だったら宝塚記念でも2着だっけ、うん、するようなちょっとそ,その辺頭が巡ってきて今回ちょっとマイラプソディを本選にしてみましょうとはいで「黒三角ビターエンダー」は大谷球舎がなんと、うん 天にツバするかごとくコントレールがいるので本命打ってきたっていう素晴らしいですねそうなんですよお相澤9社相澤9舎でいい感触でですすかねねそうよいい感触めましたかいい感触もちろんねコントレールにケチをつけてっていう本命じゃないんですけどでしょうねもしかしたらこうなったら馬券つくようなみたいな感じですかね まあ、このね、なんていうか、本来だったら、関東馬の菊花賞、えー、指導戦っていうと、やっぱりセントライト記念になるじゃないですか、先週、うん、のメンバー見ても、先週の方が頭数は少ないし、もちろん、このコントレールがいるここよりも落ちますよね、メンバーレベルも。はいうん、で、そこをあえて使わずに、もう、ここを狙ってきたんですよ。はい、というのもですね、やっぱこの馬、 えーまあね、成績がどうしても右回りだと出ないんですね、中山だと京、うん、成杯4着、皐月賞14着の2回なんですけど、まあ、それに対して、えー、東京では、重賞の共同通信杯2着、これ、はい、あのマイラプソディに先着しての、ね、2着ですね。 プリンシパルステークスも1着 1>、はいまあ、ダービーはですねスタートでもうつまずいてしまったああに、レース後に軽い骨折も判明しまして、10着でも参考外でいいかなと思います。はいまあ、ということで、えー、相性のいい左回りの、えー、神戸新聞杯、なぜか今年は中京で、なぜかってことはないか、京都改修のおかげで、はいえー、運よく中京で開催してくれる。 えー、神戸新聞杯ですね。うん、これはもうこの馬のために、えー、今年ここで開催してくれるんじゃないかって思うぐらいですね。そこを狙って陣営もきっちり仕上げてきてかなりいい状態っていう、えー、感触もあるんで、うん、ちょっと一発狙ってみようかなと思います。はいはい 今回、吉田隼人騎士に変わるじゃないですか、津村騎手がカレンブーケドールがあって、その辺ってどうですかね、コンビとしては。吉田隼人ジョッキー、ー、うん、もう本当、夏場かからら調子いいですからね、はい、そうですねね、あのー、北海道でも穴メーカーになってて、はい、もう最近、すっかり関西の騎手みたいなイメージになってそうですね、はいまあ、ちょっとね、こういう穴馬での一発が今、魅力のあるジョッキーになってるんで、はい、それも楽しみですね。 なるほどはいはい。こは全く乗ってないのけいこね、つむらジョッキーが乗ってますそうなんだよね<ー>そっか、つむら君が乗ってんだで、そのつむらジョッキーが乗れないにもかかわらずここっていうことで僕も勝負気配感じて黒三角、うん、なるほどはい。まあ私もそうですね予想は流しですけどリタイエンは黒三角にしましたはい。 とということでまバケンに戻りますと、はいえー、コントレイルからマイ・ラプソディとの二等軸をまず買うとはい三連単じゃどうせつ頭コントレイルだったらつかないので、うん、三連服で、はい、三連服の方が妙味あんじゃねえかとこういう時は、ねうん、なるほどでさらにビター・エンダーとの23軸ってのも6点追加するとはい で、合計が4800円と200円余るので、うん、まあ、2番、17番、3番という3連単を追加すると、はい、いうことにいたしました。はい、ちょっと、っと目黒さんの解明もう一回見ましょうか。はい。はい。私は馬単です、えー。2番のコントレイルから、1番のグランデマーレ。これ久々ですね。うん、はい。そして3番のビターエンダー。えー、7番のエンデュミオン。 そして11番のディープボンドで18番のベルトライゼンデにしましたはいまあいて難しいなこれいや本当に難しくて2番人気何になるんですかねっていうようなメンバーですよねまあベルトライゼンデでねベルトライゼンデで18番いっゃったからなそうなんですね枠もだし、うん ちょなんかねまあ熱発があったっていうかその影響はあまりないみたいですねまあ熱発は明けではあるんだよね,ねそれでセントライト記念の予定がこっちになりましたとここ、ねはいはい、そうですねまあだからまあ私はドリームジャーニー3個って考えたらやっぱ自身が台の右回り校舎というか左回りダメだったじゃない、はい、もうめちゃくちゃも中山のイメージセントリームジャーニーって 3区にもそういう傾向があって <laughs>、はい、ベルトライゼンでは逆にこっちに回ったことに不安があるかなあーなるほど、うん、ほうそうです、ね、感じがいたします。まあ、はい、ダービービ着ななんだけどねそう言いいいがらはい、はいはい、ということで神戸新聞杯は、えー、コントレールがまあねやっぱり本命なんですが大谷さんがビターエンダー本命ということなのでこの辺がどう出るか馬券の方のね皆さん買い方もいろいろと。これ どうやって買う、買ったらプラスになるかっていう、えー、なんか、そういう勝負でもあると思いますので、いろいろ馬券考えて買っていただければと思います。えー、そして、オールカマーは中山です。えー、こちら9棟、9頭少数頭での重賞になりますので、こっちらでも、見てください。やっつった少数、あ、少頭数。少 <laughs> 頭数のレースです。はい、はいえー。ということですが、 まあカレンブーケドールが勝てるかそれとも他のクレッシェンドラブミッキースワローあたりが人気通りに勝つのかというところでこのあたりもぜひ注目していただければと思います、えー、そしてもう一つご紹介したいことがあります、えー、日韓現代では10月1日に臨時特別号コロナでも安心食と旅徹底ガイドを発売いたします池を得する自治体クーポンや GoTo トラベルの基礎知識など情報が盛りだくさんですぜひお手に取ってみてください、えー、ということで 本日はこの辺で失礼したいと思いますが、ぜひ皆さん、馬券頑張ってください。失礼いたします。俺もどっか行きたいな。<laughs> 本当ですよね。さようなら。